はい、おはようございます。竹下敦です。先々月かな、ブルガリアのですね、オルフェスバレーギターズという、ガットギターを購入したんですが、多少のこうネックの反りが出ちゃったんですね。この部分、をネックと呼ぶんですが、こういうふうに見たときに、こういうふうに反るのが、順反りという状態なんです。で、普段ずっと愛用しているギターが、私はヤマハの、G150D という、これ1970年製のギターなんですが、さすがにもう51年前のギターなんで、もう安定した状態にあるんですね。で、今回、購入した、ブルガリアのギターは、まだ生まれて1年経っていないようなギターなので、やはり木が安定しないんですね。で、今楽器屋さんに調整をお願いしてるんですが、やはり日本は湿度もね、気温も変化するんで、なかなか落ち着くまでには時間がかかるかと思います。せっかくね、気に入って購入してギターなんで、だんだんとね、ネックの反りが収まるように、信頼できる楽器屋さんで購入したんで、大切に使っていきたいと思います。ガットギターの場合は、一般的にエレキギターなんかね、トラスロットというロットがこのネックのここからここまで、金属の棒が入ってるんですね。で、この部分でねじることによってネックの反りを調整できるんですが、ガットギターの場合はそういったロットが入っていないんですね。それによって、こういう柔らかい音質が、どうしても金属のロットが入っているとネックの部分が硬くなってしまうんで、音としてはロットが入っていない方が音がいいんですね。ただし、やはり調整が難しい。反ってしまった場合は、こういう風に反ってしまった場合は、こっち側に引っ張る方向で固定して、アイロンをかける。熱を加えてね、もう一度こう木を乾燥させて収縮し直すっていう工程を行うんですが、これなかなかね、プロのリペアマンじゃないと難しいんです。昨日、調整に出したんですが、1週間ぐらいで帰ってくるのかな。楽しみにしてます。せっかくね、買った、お気に入りのギターなんで、大切に使っていきたいと思います。それでは竹下敦史でした。